これができないあなた、あなたの肩幅は痩せにくいです。こんにちは、井上です。今日はコメントで結構来るんですけど、肩幅がもうちょっと華奢になりたい、お客さんでもいるんですよね。ちょっと肩幅がごつくなっちゃって悩んでる人結構多く見られるのが、昔スポーツをやっていて、ここに筋肉がめっちゃついちゃって、その筋肉が衰えてきて脂肪量が多くなっちゃってるパターンや、デスクワークとかで運動不足のせいで肩周りの血流が悪くなっちゃって脂肪がつきやすくなってる方、この2パターンが結構多いんですけど、そういう方々は共通して、手を上でパッチンした時に肘が伸びない、耳に腕すらつかないぐらい三角筋が固まっちゃって、そもそもこの運動ができなくなっちゃって、血流が悪くなってどん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 むくんだり脂肪がつきやすくなったりします。なので今日はここの筋肉を動かしてストレッチして筋肉を揉みほぐす、この3点セットで肩幅を華奢にする方法を紹介するので、ぜひ一緒にやりましょう。まず三角筋を少し運動したいんで、手をここを90度、肘も90度で前で、このままふっとこうやって手の甲で後ろをパシンするような感じで、これを40秒間一緒にやります。では数えます。はい、よーいスタート。こうね、別にこう思いっきりパシンしなくていいんで、手をこうやってこうやってやるだけ、背筋をしっかり伸ばして猫背にならないように、もう手の甲で後ろの人をパシンですよ。ハイボレー叩き、パシン。もう守ってくれなくなっちゃいますよ。パシンとハイボレーの人たちをこう叩くような感じですかね。パンってパンって、はい、振り払っていくと。はい、自分一人で生きていくっていう強い意志を持ってハイボレーの人を叩く。シッシッと、はいはい、40秒経ちました。 OK。そしたら今度はこう叩いた状態から上にこうやって上げる、これも40秒間いきます。いきます、よーいスタート。なるべく上にピーンとで、背筋を伸ばして猫背にならないようにピンとピンって、ヘイヘイってヘイって。めっちゃ単純な動きですけど、はい、効くんですか？もう僕は熱いです、汗だくです。きっと皆さんも肩こりがある人とかはやばいと思いますよ。ヘイヘイって楽しく、ヘイヘイと上に晴天好きみたいな、ヘイ。今日攻撃的ですね。ヘイ。はい、40秒経ちました。 OK。 今度は肩関節を動かしながら三角筋を緩める方法を紹介するんで、手を内側にねじって、そのままこうやって前回し、これを30秒間一緒にやりましょう。いきます、よーいスタート。しっかりと背筋を伸ばして手のひらを外側に向けて、ただ前回し、前の方で、これはもうあれですね、バタフライ、まるでバタフライ、とほいっとほいっほいほいっと、熱い、しっかり回して、ただ回す、ほいっとほい、はい、30秒経ちました。 OK。 そしたら今度は手のひらを外に向けたまま後ろ回しです。これも30秒間いきます、よーいスタート。この肩関節が動いて、今三角筋がすごくリラックスしてる状態で運動してるんで、とても緩みやすくなります。そうするともうね、ここの血流が良くなって痩せやすい三角筋になるんで、肩幅が広いのはもう三角筋が固まっちゃってるんで、ふう、これ猫背にもいいんで、ほい、やばい、はい、はい、30秒経ちました。 OK。 そしたら今軽い乳酸が溜まってるような状態なんで、マッサージしたいんですけど、三角筋って結構広いんで、真ん中と前側と後ろ側3点ほぐしをしたいんで、三角筋のこのど真ん中に指4本をグッと差し込んで、グッグッグッと軽くこうやってほぐす。ここは上の方は肩関節があるんで硬いんで、なくなるところがあるんで、そこにグッとちょうど入るんで、指がここに指を入れたら前後にグッグッグッと、これを30秒間一緒にほぐしましょう。いきます、よーいスタート。グッ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 と、これ
三角筋をこうやって緩めることでさらに血流が良くなって、しかもこう収縮して固まってる三角筋をほぐすことで老廃物も流れて、もうね、鍛える、ストレッチする、これだけじゃね、ここのね老廃物はね流れないんでね、固まってる人はしっかりこうやってほぐしてあげることがめっちゃ重要なんで。はい、30秒経ちました。 OK。 そしたら今度は前側と後ろ側をほぐしたいんで、手のここ手根と指4本でグッとここを掴む。で、そのままこうやって揉む。グッグッグッて。これも30秒間一緒に揉みます。いきます。よーい、スタート。結構脂肪がある人は、これって自分で揉むだけでも結構痛いと思うんで、もしいける人は、ぐにゅっと掴んでみてください。結構痛いと思います。これ今、右手で揉んでるじゃないですか。はい。だから左肩ですね、今揉んでるのは。そうです。この左手、だらーんって下に下げておいた方が掴みやすいですね。そうですね。力こうやって入れちゃうとね、掴みづらいんで、なるべく力を抜いて。はい、30秒経ちました。はい。そしたら今度逆、ここに指4本ぶっ刺して、グッグッグッといきます。よーい、スタート。手をだらーんとしてグッグッグッと。右利きの人はもしかしたら右の方が痛いとかあると思います。僕の中で運動して固まってる人は右側が痛くて、運動不足の人は左が痛いっていう、結構ね僕の中では統計があるんですよ。なんで笑ってんの？そうなんですね。はい、あ、そうなんです。はい、30秒経ちました。 OK。 そしたらまたこことここでグッと掴んでこうやって揉む。いきます、よーい、スタート。はい、しっかりと揉む、揉みほぐす、こんな感じですかね。やっぱここが固まるとね、肩が上げられなくなりますから。おー、すごい。運動した後にこれすっごい汗が吹き出てくるんですけど。最後のリラックスタイム。はい、クールダウンですね。はい、はい、はい、30秒経ちました。 OK です。皆さん最初にやったじゃあこれできるようになってますか？最初はこのぐらいだったのが、ニョッといけたかニョッといけないか、これ重要なんで。今日やった運動は何気に僧帽筋とかの運動にもなるんで、肩こりの人、猫背の人、めちゃめちゃいいエクササイズなんで、半袖着てだんだんここがね露出の機会も増えると思うんで、ぜひ今のうちからこれをやって華奢な肩を作る準備をして、夏を綺麗でお迎えください。これよりアピアランス TV では、今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思う動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。